サイキングな左ボクサーのマーク・ジョンソン、一方長身シャープな左ボクサーボディを打っていました。頑張ったヘドを左に出します。確かに浜さん、はい、あのレンジを感じさせますね。そうですよ、はい、ただあの普段の左の使い方はやっぱりサウスポーなんでやりにくいかもしれないですね。あ、身の背も恵まれた体型ですよね。そうですね、やはり同じボクサーでもこういうのは羨ましい体型。いや、本当に手が長いというのはですね、自分が届かない距離から相手のパンチが飛んできますからね、はい、左のストレート、プロのフランス、マーク・ジョンソン、シマが振っています。シャープな右を出していきます。試合が始まったばかり、第1ラウンド引いた腕が、その肘が直接腹を隠してしまいます。それほどリーチがあります。フランシスコ・デード、一瞬遅れてそのダウンしましたね。そういうのをディレイのリアクションっていうんですけどね、はい、まあディレイっていうのは遅らせる、まあ遅れた反応っていうので、ちょっと遅れて聞いたんですけどね、
チャンピオンのガードを上げました。左から入っていきます。サッポーのマック・ジョンソン24歳です。両者との身長はほとんど一緒です。160センチ。ドンです。右が炸裂しました。チャンピオンのマック・ジョンソン、いや、もうね、右のタイプが落ちていましたけど、はいはい、もう少し、右肘が上がってナックルが切れないと、もっと効いたはずですよ。なるほど、立ち上がりました。ラウンドプラス、試合は絶好です。第3ラウンド、挑戦したラウンド。さあ、出ていきます。第2ラウンドあたりから、この右のパンチをよくもらっていました。ラウンドプラス、3ラウンド目、ついにダウンまで、もらってしまいました。ダウンをもらってしまいました、挑戦者です。なるほど、お手をします。リーチがあります。マーク・ジョンソン、身長が160センチに対して、それよりも15センチ長い175センチのリーチ、マーク・ジョンソン。まあ、でもまあ、いいボディですよ。あと、大きく踏み出してきました。マーク・ジョンソン、これもいいです。ここで1人です。そして、逆に左を突きながら前へ前進、前進、前進、フォアレス。逃げ出しました、フォアレス。試合は第7ラウンド。ハイライトでご覧いただいていますが、フェニーさん、4、5、6とどういう感じの内容だったんでしょうか。やはりですね、マーク・ジョンソンがですね、要所要所にその強いパンチを当ててですね、まあ、ファレスはそのガードブロッキングインでその耐えてはいるんですけどね、やはりあのペースはマーク・ジョンソンになりますね。この試合が23戦目になります。アマさん、だいぶ強いプレッシャーに変わってきましたね。まあ、やっぱりあの手札感に入ってきましたからね。もうチャンピオンの方としては相手を追いついたというような感じがありますか。そうですね、それとフォアレスの方が昼まで打ってくるんで、やりたいボクシングできるんですね。それはどんどん多いですね。なるほどね。カリフォルニア州リングループにあります、グレートウエスタンコーラ。軽量級ではありますが、お客さんかなり盛り上がっています。第3ラウンドの挑戦者、フォアレスにダウンがありました。また左を開けました。パチンという感じ。この辺をきちんとしたボクシングをするときはですね、はい、ケビン・ケビン的ですよね。あ、はいはい、これが手を下げて上発しながらですね、身を叩きつける、ああいうボクシングをしてくるときにノカートが生まれるんですね。ボディをしに行きました、挑戦者です。 IBF 世界フライ級のタイトルマッチ、相手に何かこうタックルに行くような感じのマッチです。ここではあのカリフォルニア州ということもありまして、メキシカンのアルド・フォアレスにもかなり声援が飛んでますね。そうですね、今なんかチャンピオンに対するブーイングではないでしょうか。逆にプレッシャーをかけているのは挑戦者、やり出しました、エラタイチャンピオン。まあ、挑戦者のフォアレスもあの足がしっかりしていきましたね、はい、あの前回のユーリ選手の試合を決めるので、世界戦を一試合経験して、だいぶそれが自分のものになったんですよね。そういう部分でね。しっかり最後、大きく振り回します。一瞬がつきました。第7ラウンド終了間際、大きなパンチによって、ラウル・フォアレス、挑戦者がふらつきました。ああ、その勢いのまま、挑戦者、下がっていきます。チャンピオンが出ていきます。アージを出しています。ラウル・フォアレス。このアージで言いまして、白のトランクスもだいぶ汚れてしまいました。挑戦者。ていた話ですが、また出始めたようです。ラウル・フォアレス、左のストレート、チャンピオン。右側から入っていこうという左バッター、チャンピオンです。左側にまた大きな右バッターを出しました。またボディ左に出てきました。これはラウンド出てきましたね。左は当てにいっています。マック・ジョンソン、
ああ、随分プレッシャーをかけています。ショートレンジ。シンプルに入ります。おガードを高く上げて、出てこられると、座る、きついですね。さあ、置いてきます。簡単を取れた。ワルス、ダウンを取れた。ミラタ、左を返しました。ショットボール戦一本になりつつあります。ラウンバラス。苦しくなって、だいぶ苦しくなりました、挑戦者。さあ、ジャンプ、ダウン。ダウンです。ミラタ、決めたね。レフリーストップ。試合を止めました。